わあ、話には聞いてたけど、さすがにこれは驚かされるわね。で、こっちの魔法陣が次の清掃への入り口ってわけね。はい、第五清掃に相当するかと。影の王を曰く本格的な遊戯版とのことです。その言葉から聞く限りかなりハードな場所になりそうね。覚悟していくとしますか。ええ。リスさん、どうしたの。エステルさん、どうしてわざわざ同行を申し出たのですか。え、この状況であなたがあえて同行する理由はないはず。なのにあなたの瞳は決意と確信に満ちています。理由を聞いてもよろしいでしょうか。そんな大層な理由があるわけじゃないんだけど。あえて言うなら恩返しってところかな。恩返し。聞いてるかもしれないけど、私ケビンさんには随分お世話になったんだ。いろんなところで助けてもらったし、何よりもヨシアの抱えていた問題を解決する手助けをしてくれたし、そのケビンさんが大変な今、できることって何かなって思って。それでリースさんの手伝いができたらなって思ったの。そういうことか。ですがどうしてケビンへの恩返しが私の手伝いにつながるのでしょう。え、だってリースさんってケビンさんの大切な人なんでしょ。え、ああ、別に恋人とか言ってるわけじゃなくて、話を聞いてて家族なんだなって感じがしたんだけど、違った？勘違いだと思います。私とケビンは5年近くもずっと会っていませんでした。今回の件で久しぶりに顔を合わせたくらいで、もう縁が切れかけているのでしょう。それはないって。え？縁は深まれば絆となり、絆は決して切れることはない。遠く離れようと、立場を違えようと、何らかの形で存在し続ける。とある調子のいいおじさんの言葉なんだけどね。でも割と真実をついた言葉なんじゃないかと思うんだ。ケビンさん、何の迷いもなくリースさんに後を託してたじゃない。それにリースさんもケビンさんがどうするつもりなのか分かっているような口ぶりだったから。うん、それってやっぱり絆だと思うな。よく分かりません。ですがエステルさんが同行する理由は納得しました。改めてどうかよろしくお願いします。それともう一つ、エステルさん自身のことで少々お聞きしたいことが。
私のこと？うん、いい機会だし、何だって聞いてほしいかな。それでは、お人よしってよく言われませんか？え？ちょっと、なるほど、聞くまでもありませんでしたか。もうそれで納得しないでよ。まあいいや、早く中に入って。ええ、了解しました。これってやはり異空間のようですね。大理石で作られた次元の狭間にある迷宮、そんなところでしょうか。うん、なんだか構造も複雑そう。気合を入れて挑む必要がありそうね。ええ、この気配は。え？消えやがったか。ムマと夢ムモ、人の夢を食い荒らし悪夢を運んでくる者ども。なんかいきなり手強いのが現れたみたいね。まあいいわ、遠慮。なんとか退けましたか。さすがに一筋縄じゃいかなかったわ。今のが話に出てた悪魔っていうやつ？ええ、その亜種であるムマという存在です。伝承通り精神攻撃に長けた者たちのようですね。厄介な連中ね。となるとそれなりの準備をした方がいいのかも。そうですね、装備などを確認した上で慎重に進みましょう。
行け、下がりなさい。哀れなる魂、どうか安らかに。我が扉は万人に開かれる。ただし行く先には試練があり。我が試練に打ち勝て。さすれば何時に。
みんな行くわよ。
哀れなる魂よ、どうか安らかに。よくぞ試練に打ち勝った。ここに記憶のかけら。七王石の持つ動力を利用して様々な現象を引き起こすこの装置は、発明されてからわずか半世紀余りで文字通り世界を作り変えてしまいました。暖房や照明などの日用品から、国防を支える戦車や大砲などの兵器まで、今では動力機なしの生活など考えられません。その普及と発展等を担ってきたのが我々エプスタイン財団なのです。当財団の設立は七王暦1155年、前年に死去したエプスタイン博士の遺志を受け、その優秀な数人の弟子たちによって立ち上げられました。博士の故郷であるレバン自治州に本部が設けられ、現在でも同地を拠点として活動を続け、設立当初の当財団は規模も小さく、各地で動力機の普及活動を行っていたものの、このような状況を打開するため自らの力で動力技術の種をまこうと、レバン自治州を離れる研究者たちも現れました。一人は G ・シュミット博士。機械工学の権威としてすでにその名を轟かせていた博士は、各国の企業を訪問し動力機の有益性を説いて回ります。次にエル・ハミルトン博士。技術格差をにらみ、当初から辺境にこそ動力機が必要と考えていた博士は、すでに信仰の厚かったブレイサーギルドの動向を仰ぎ、
僻地への技術進行を目的とした派遣団を編成。自身も諸地域を巡察して回り、普及・啓蒙活動の下地を築き上げました。そして最後は、今や動力革命の父とまで呼ばれる A. ラッセル博士。博士は故郷に戻り、故国リベールにて技術の向上に力を尽くし、帰国からわずか1年でサイス技術工房、後の中央工房を設立し、レバン自治州以外で初めて動力機の製造に成功します。さらに3年後、工房の視察に訪れた当時のリベール国王エドガー3世から多額の資金援助を受けると、リベール王国には瞬く間に動力機が浸透し、他国が羨むほどの繁栄ぶりを示すようになります。王国での成功は、それまであまり良い印象を持たれなかった人々の動力機に対する認識を見事に変え、以降各国から当財団に技術提供を呼びかける声が相次ぐようになり、財団の経営基盤も確固たるものとなっていきます。広きにわたる呼びかけと地道ながらも確実な研究活動、先達のこうした努力があったからこそ、後に動力革命と呼ばれる急激な動力機の普及へとつながっていったのです。当財団の活動は次の3つを柱としています。 1. 動力機の基礎的研究、 2. 動力機の普及と啓蒙活動、 3. 技術を通じての世界平和への寄与。以下それぞれの活動についてご紹介しましょう。 1. 動力機の基礎的研究。当財団の最も重要な使命は、無論動力機の改良とさらなる発展です。動力機の動作原理そのものは不変のものですが、基本アーキテクチャと呼ばれる内部構造には、これまでにも何度か大幅な改良が施されてきました。基本アーキテクチャとは、歯車やネジのような機械的な部品によって構成される機構であるので、工学や技術の進歩によってまだまだ改良の余地があります。こうした基礎研究は大きな成果が得られる一方で、研究には長い時間が必要なことが知られており、当財団が率先してこの分野の研究を進めることは、2動力機の普及と啓蒙活動、動力機の普及とその正しい使用方法を世の中に伝えることも、すでに先進国では日常の道具となりましたが、辺境や山岳地帯などの都市化されていない地域ではまだ十分に動力機が普及していないのが現状。当財団はそうした地域での生活水準の向上のため、遊撃士と技術者からなる地域派遣団を幾度となく編成し、また七曜協会の運動にも協力し、日曜学校の教科編成に動力という科目を加えるなど、技術的な知識の浸透にも力を入れています。技術を通じての世界平和への寄与。この崇高な使命のため、
当財団は設立当初から遊撃士協会と密接な関係を保ってきました。国際的な治安維持組織として設立された同協会は、中立の立場から国際紛争の調停を行うなど、今日の世界の安定になくてはならない組織です。当財団は資金による援助はもちろん、世界で唯一の戦術オーブメント生産地として装備面からも同協会をバックアップしてきました。その過程で得られた実戦での教訓が戦術オーブメントの改良に大きな役割を果たしたことは言うまでもありません。どのような機会であっても洗練された形にたどり着くまでには長く苦しい歴史が隠されているものなのです。七王暦戦費動力文明の明日に向けて、当財団はサイス中央工房と大陸全土を動力通信のネットワークで一つに結ぼうというこの壮大な計画には私たちの希望が込められています。それは対話を通じての平和の模索です。近年動力機と平和との関係はこれまでになく複雑なもの。無限のエネルギー循環を実現する動力機こそが世界に高級なる安定をもたらす。そんなエプスタイン博士の言葉を裏切るように、動力革命後の世界は混迷の道をたどっています。エレボニア帝国とリベール王国との紛争では飛行艇をはじめとする動力兵器が使用されました。兵器の動力化の流れは今後も進み、戦争の結果をより悲劇的にしていくことでしょう。かかる現実を前にして、どうやって平和な世界を築いていくのか、動力通信の切り開く未来、国境や人種を超えて人々を結びつける力にこそその解決の糸口があるのではないでしょうか。国家の枠を超えて人々が語らい理解を深め、争いのない世の中を共に作り上げていく、来たるべき理想世界への挑戦はまだまだ始まったばかりなのです。相手が悪かったな。相手が悪かったな。
って出直してきた。出直してきた。
みんな行くわよ。慈悲を。ってやつだな。これは、やたらと綺麗な宝石ね。七曜石か何かかしら。いえ、これは封印石です。エステルさんもこの石の中に封じ込められていました。そうなの？っていうことはこの中にも誰かが入ってるわけ？ええ、間違いあります。どなたか心当たりは？おいエステル、まさかお前の親父じゃねえだろうな。そうだったら助かるんだけど。さすがにそこまで都合よくはないんじゃない？なるほど。いずれにせよ一度拠点に戻った方がいいかもしれません。うん、そう。
この人は まさかもしかして、おいおい、閃光弾か。何者だ、名乗りたまえ。なこれは予想外だったわね。やはりお知り合いの方でしたか。王国軍の方のようですが。ええ、馴染み深い人です。これは一体エステル君にヨシア君、それにクローディア殿下に。ミシャールさん、お久しぶりですね。ご無沙汰しています。こちらこそ挨拶が遅れて申し訳ありません。王太女殿下に遅れましてはご機嫌麗しく顔をお上げください。お元気でいらっしゃいましたか。は、女王陛下の格別のお慈悲を持ちまして。しかしこの状況、どう考えても判然としません。できれば詳しい事情をお教えいただけないでしょうか。それについては私の方からご説明しましょう。君は。はじめまして、地王教会聖杯騎士団所属、リース・アルジェントと申します。聖杯騎士団、なるほど。尋常ならざる事態が起きているものとお見受けした。お初にお目にかかる。私の名はアラン・リシャール、元王国軍情報部大佐にしてクーデター事件を企てた逆賊。そして現在では R&A リサーチという調査会社を経営しているものだ。なるほど、事情は一通り理解した。しかし何と言ったらいいものか。ん？どうしたの？やっぱりこんな話いきなり信じるのは無理？正直なところそれもある。だがそれ以上に、なぜ私なのかと思って。え？顔ぶれを拝見する限り、ここに集まった者はそれなりにゆかりのある者同士のようだ。女神の導きか何らかの意図か、まさに共に協力し合うのにふさわしい関係にあると言えよう。
われてみれば。僕は別にあんたと協力なんてしたくないけどね。もう天気が移りそうだし。なんですって？二人とも。だが、この私はどう考えてもこの場にいるのにふさわしい人物だとは思えない。かつて大それた陰謀を巡らし、君たち、いやリベールそのものを窮地に陥れた大罪人、一体何の間違い。でも大佐だって王都が襲われた時駆けつけてくれたじゃない。あの部下の人たちと一緒に町のみんなを助けてくれて。正直あれは助かったわね。その後もハーケン門に向かった僕たちやクローゼの代わりに王都の守りを引き受けてくれました。確かにそういう意味じゃ協力者だったと言えなくもねえな。しかし、リシャール殿、それを言うならまさにその時、エステル君やリベールの敵として立ちふさがっていたのはこの僕だ。その僕が何のためらいもなく仲間としての身分を謳歌している。それを考えたらあなたがそんなに葛藤する必要はないと思うけどね。お前はもう少し葛藤した方がいいと思うのだがな。ですが王子、あなたは最初から帝国軍の陰謀を食い止めるために動いておられた。やはり私とは立場が違うでしょう。それを言うなら僕たちだってあんたたち情報部に利用されていたとはいえ、空賊、まあいろいろあったけど、今は女王陛下に許してもらって民間の運送会社なんかやっている。似たような立場なんじゃないの？それは、ま、大切なのは過去じゃない。今と未来ってことでしょう。そうですよ、リシャールさんの件があれば私たちもすごく助かりますし、ここはぜひご協力をお願いします。アネラス君って、アネラスさん何気に大佐と知り合いだったりするの？あ、この前カシウスさんと会った時にちょっと会って。話を伺っている限り、あなたの協力を拒む理由、むしろぜひとも力になっていただければと思います。何でしたら聖杯騎士団への協力という名目でも構いません。いかがでしょうか？わかった、どうかよろしくお願いする。やった。よかった。よろしくお力添えください。期待に添えればいいのだが、それはともかく一つ確認したいことがある。何でしょうか？私たちは全員ほぼ同時刻にいきなり白い光に包まれてこちらに飛ばされてきた。その時の格好は皆そのままなのだろうか？え？そういえばリシャール殿、退役されたはずなのにどうして情報部の軍服を？あ、そういうことか。察するに白い光に包まれた時、現在私はルーアン市で事務所を構えているのだが、
そこでかつての軍服に袖を通したことは一度もない。白い光に包まれた時もシャツにスラックスという、それは確かにおかしな話です。今までにはないパターンかもしれません。もしかしてあの影の王君がやっぱり大佐には軍服だよねってわざわざ着替えさせたりしたとか。最近の小娘どもは。ほえ。ま、いずれにせよ新たな手がかりにはなりそうだ。俺たちが飛ばされてきた理由そろそろつかめそうな気がしてきたな。ええ、僕それどころかこの影の国の成り立ちも。そうか、ならば私もこの件について。では準備を整えたら改めてタンス、リシャールさんが解放されたことで新たな道が開けたはずです。Thank you.